ます。ジュンです。はい、今回はですね、リンゴルフアレンジマッチプレー対決の撮影なんですけど、いつものグレーンオークスカントリークラブではなくて、今回はですね、千葉県のオークヒルズカントリークラブにやってきております。それでは早速ですね、選手のお二人に登場してもらいたいと思います。どうぞ。おはようございます。おはようございます。リノです。はい、鈴江です。はい、ありがとうございます。今回はですね、少し前に出演していただいた遠藤リノちゃんと中谷鈴江ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はいい天気。いい天気、本当に晴れましたね。やっと晴れました。やっと晴れました。よかったです、はい。本日はお二人に賞金をかけた対決を9ホールしていただきたいと思うんですけども、はい、前半は練習ラウンドということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。行きますか。行きましょう。はい、今日一日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。おお、最初やります。最初だけ。いやいや、そんなことないよ。最初からいい。そうだね、徐々にね、体力を増して結構飛びましたね。飛びました。今日一じゃないように頑張ります。最後に今日一でいいように頑張ります。そうですね、後半ですからね、対決は。そうですね。242ヤード残ってます、パー5で。まあ、いつもだったら2オン狙うんですけど、バンカーなんで無理せず5番ヤンで出します。対決してきてるんですけど、最初はああやって油断させてくるんですよ。あー、あれ作戦ですか。いつもやられるんですよ。だから今日絶対負けないと思ってきました。なるほど。なるほどね。最初調子乗らせてくるタイプ。最初油断作戦。ありがとうございます。無視ですね、そしたら。240ヤードでまずバンカー届かないように5番ウッドで行っています。多分止まった。大丈夫。残り180ヤードで5番ヤンで行きます。あれ、スズネッチはさ、撮影って慣れてるの？スズネッチ、いつも一緒にあの撮影して対決したりしてる。ああ、なるほどね。私の YouTube 出てくれたりしてる。そっかそっか。じゃあ、あれだね、撮影が不慣れで緊張しちゃってとかはない？もう、だって出だしからいいショットだったじゃないですか。確かに。もう緊張してないですよ、多分。もう絶対今日はリノちゃんに負けないって言って朝から言ってました。なるほど。今日はあのその作戦には乗らない。油断作戦には乗らないと言ってました。いつもはね、私が最初に負けてて、後から追い上げて最後勝っちゃう逆転勝ちっていう、視聴者が喜ぶようなシチュエーションにしてくれるんですけど。今日はね、賞金がかかってるんで、
ちょっと違うかもしれないですね。そうですね、目の色変えてかかってくるかもしれない。見たい、見たいね。普段温厚なのに、そう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 、急に目つき変わるみたいな、ちょっと見たいですね。よし、じゃあちょっと行ってきます。はい、なんか噂だけちょっと聞こえてましたけど。若干聞こえてたけど。楽しく作戦かな、あれも。98ヤードの打ち上げで、まあ、ピッチングウェッジで行ってきます。ありがとう。エレガンス。エレガンス。ありがとう。今日は、ね、雨じゃないんで巻いてるんですか。雨の日だとすぐもうスムーってなっちゃうから、朝せっかく巻いたのにさ、意味ない。ジュンさんの髪めっちゃストレッチ。そう、ストレッチ。羨ましい。もともとストレッチ。そう、もともとなんかちょっともう。羨ましいわ。羨ましい。マジ羨ましい。そうなのね。この間ストレートかけた。うん、食べた。へ、マジで雨の日とか本当にパーマかけてるのぐらいの。そうなんだ。天然パーマ。へえ。したいよ。いいジョブじゃないの？これ。もうちょっとそういう作戦だから。すごい切れそう。大吹きですか？傾斜とか下りの傾斜とか行っちゃうとめっちゃ普通、上りは普通なんですけど、下りがもう速いイメージが。へえ。いやー、まあ速いからね、しょうがないよね。速そうに見えるな。はい、ありがとうございます。お疲れです。ありがとうございます。でも確かに速いよね。はい、ちょっとしか打ってないのね。結構ね、あれ普通に打ってたら多分スーって行っちゃってましたね。多分2人とも朝のパッティンググリーンで練習して、あ、速いって分かったから。なるほどね。タッチ合わせられたけど、うん、初めて来て練習しないで出たら早い。打っちゃうね、あれね。打っちゃいます。グリーンも大きいし難しいですね。練習しといてよかった。練習しといてよかった。私はまだ勝負してないけど、うん、まだ勝負して気分なんか裏で勝負してるような。前半から負けたくない気がいいことですね。え、スズメッチはさ、マイケル長谷川さんがコーチなんですか？そうですね、3ヶ月ぐらい前かな、プロテスト私1回受けたんですけど、その1ヶ月前ぐらいから YouTube 落として少し教えていただいてて、うん、まあ、今あの何に向けてっていうのをやって、はい、教わって機会が多いです。3ヶ月前から？そうですね、1回3ヶ月ぐらい前から。そう、すごいタイムリーだったよね。そうですね、そうコラボされてるんだ。そう、ちょうどそう、今年からだよね。多分今年くらいから。うん、じゃあ今度は先生も。そう、ちょっと今度先生も連れてきて。はい。どうしよう、ビシバシされながらやるのちょっと怖いな。今日ね、対決も多分見られるよね。何やってんだよ、伝わるがれてる。まあ、勝てばね、何も言えないから。あ、そうですね、そう、言わせないように、言わせないように、うん、いや、普通にリノちゃんに負けたくない。めっちゃ聞いてるけどね。パー3、131ヤードでした、ピン手前なので。
クラブはフィッティングウェッジです。すごい笑顔だ。私8番アイアンでいきます。やばい、今やった。まあ練習できちゃったな。まあまあ練習だから、練習だから。練習だからな。あれじゃない、私の油断作戦使ってるもしかして。今日は油断作戦。油断作戦使ってるかな。油断させる作戦で。ね、今のはない。腰切ろうとした。そうです。腰切ろうと思いました。したら開いちゃった的な。うん。普通に体、うん、すごい浅かった。ごめん。ああ、なるほどね。朝は今日で回んないから、ね、監督いるからだけど2人ならもう安心して座ってられるよ。ありがとうございます。監督ありがとうございます。普通に難しいと思ってます、ね、まあ、でも58度でちょっと湯のランみたいな感じで。やばい。思ったより転がりましたね。転がりました。もっと手前来てかかった。そうだね。手前ともスピンかけるから。ですね。なんか思ったよりもうちょっとそっちが受けてるから。すごい下ってんだよ。下ってんだよ。ピンから先下ってて難しい。本当にピンだけど。ありがとう。ありがとう。先生。うまい。あ、惜しい。よかった。いや、ちょっとやっぱ早いと思うから出ないよね。そうですね。なんか、なんでだろう。落とします。今の見て、しっかり打っていいんだなって分かりました。ありがとう、先生。です。はい、オープン。はい。しっかり入れてきました。いや、バーディー。最近バーディーをいっぱい取れるから。お、強いよこれ。強い。今叩くけど。叩く以外。でもバーディー取っとけば勝つ。そう。バーディーそう。ね。でもボギーだと1点入っちゃうから。パーで。あ、パーで持つね。そう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 。イーグルだね。ポイント高いから。イーグルポイント高いから。イーグル取れるからね。2オンとかで。狙えちゃう系ですか。2オン狙っちゃう系ですね。ナイスバーディーでした。ありがとうございます。負けやめてきた。前半はもういいやみたいな感じになってんじゃん。いや、ちゃんと修正します。そうだね、前半のうちに修正しちゃえば、はい、最終的に後半勝てばいいな、うん、さっき結構振りましたよね。あ、そう、振りました。あれでどのくらいなんですか。
振ったってか、いつもこんなもんです。あの、もっと振るときは振るんですけど。やっぱあれだ、全然違うわ。7割でいつも振ってます。7割打ち上げ250ぐらいは飛んでる。あれ、球押さえたんですか、あの高さ。いや、もういつも低い球で、もともと持ち球が、本当にそのフォローで、あの上げたいって時は上げるっていう。普段普通に振ってるとあれ中弾道って感じですね。で、フェード、はい、じゃあ地道に行きます。やばいだよ、スズメッチ。地道に行きます。やばいだよ、やばい。僕も156って書いてある。面白い。打ち上げで先が見えないグリーンはもう距離を信じて打つしかないですか。そうですね、やっぱりしっかり高さというか、私はもともと低い方なんですけども、しっかりキャリー出せるような。あー、そっか、そうだよね、先が見えないから、もう止めなるべく止めなきゃみたいな。ね、私はそういう意識でやってるけど、ああいうの嫌ですよね。見えないから、僕は多分確実に手前ですね。なんだかんだ言って、ね、そう、チキっちゃうと思うんです。しっかり番手上げて信じてやる感じがいいかなって私は思います。残り95ヤードで52度でいきます。バーディーですよ。バーディー狙います。狙いますよ。